新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては令和3年の新春を健やかにお迎えのことと心からお喜び申し上げます。9年中は木津川市議会に対しまして深いご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。昨年は早々から新型コロナウイルスの感染が全国各地で広がりを見せ、緊急事態宣言の発出や長期間にわたる小中学校等の臨時休校など未曽有の感染危機に見舞われた1年でありました。このような中、国内の感染予防対策はもとより生活支援や経済対策など国府をはじめさまざまな対策が行われてきました。議会といたしましても未曽有の国難ともいえる新型コロナウイルスに負けないよう行政と一体となり市民生活や地域経済の維持のため対策を講じてまいりました。今後も市民の皆様が健康で安心した社会生活を送ることができるよう対策を講じてまいります。一方、昨年は新学校給食センターの完成や木津東バイパス東中央線の開通など明るい話題もありました。これにより本市の地産地消を進め、子どもたちに安全安心でおいしい給食が提供できるよう見守るとともに、開通により市内全体の交通の利便性が向上し町の活性化につながるものと期待しています。本市は市政施行以来来年度で15年目を迎えます。地方分権の進展に伴い二元代表制の一翼を担う機会の役割は大変重要となっています。これまでから議会基本条例の制定や議会のライブ配信など議会の透明性信頼性の確保に努めてまいりました。さらに市民の皆様により開かれた議会を実現するため議会の ICT 化に向け現在議会一体となって進めているところです。今後も引き続きさまざまな市政の課題解決に向けしっかりと議論を重ねるとともに公正で活力ある開かれた議会運営を図り市民の皆様の声を市政に的確に反映させられるよう誠心誠意努力してまいりますので引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びにあたり市民の皆様方のますますのご健勝ご多幸を心からお祈り申し上げ新年の挨拶といたします。